では今日はホーリーマウンテンの店長大賀さんにお話をお伺いしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず早速ですが、はい、メタバリーとホーリーマウンテンの場所を教えてください。場所は南海難波から、徒歩5分の、難波パークス難波シティを抜けてきたところにある駅間の一角にある、ライブハウスです。メタバリーとホーリーマウンテンの推しポイントやこだわりそれぞれ教えてください。まずホーリーマウンテンの方はキャパが240で、フロアの中にバーカウンターがあってライブ中にもお酒交換できたりとか、あとエントランスに、しっかりしたアートスペースというのがあって、そこで、ライブとは別でポップアップとか、展示とかそういうこともできたりするっていうのが、ポイントです。でメタバリーの方は、はい、パティオスペースっていうのがあって、はい、ここで、軽食を食べれたりとか、ライブがない日でも、ランチ営業をしてたりとか、でその開放的なスペースなのでそこで、ミーティングしたりとか、カフェやパブ使いみたいなこともできて、あとはそのメタバリーの方は LED パネルがステージに、あるので、なんかこうゴージャスな、演出とかが結構、できるというか、で両会場とも、サウンドシステムも照明のシステムも、すごいいいシステムを入れてるので音も照明もすごいかっこよくて。おすすめです。グリーンズとの思い出や印象に残っていることはありますか？ここがオープンしてから、僕はもともと違うライブハウスにいたんですけど、今までそのいわゆるイベンターさんの案件っていうのはほとんど受けてなかったライブハウスだったんですけど、ここに来てそのさまざまなイベンターさんとお仕事することが多くて、その中で割とできてすぐぐらいにグリーンさんの案件がありまして、そこで戸田さんが担当で来てくださって、なんか今までのイベンターさんのイメージとかがそこで完全に覆りまして、戸田さんこの会社のみんな大好きなんでまたいつでもお待ちしております。大賀さん的おすすめランチやお土産はありますか？おすすめランチは、この駅間のそのままこの隣2つ隣ぐらいにある、堂島グラッチェ食堂っていうところの、唐揚げが多分日本で一番うまくて、そこの弁当とかを、うちの社員がよく食べてまして、それこそグリーンズの戸田さんもめっちゃ食べてます。イベントさんのそのケータリングとしてそこの弁当を用意したりとか、とかもともとここナンバロケッツっていうライブハウスの跡地なんですけど、ロケッツがある頃から、存在してた斜め向かいにある松屋食堂っていう中華町中華のお店、そこのオムライスとかもめっちゃ美味しいし、あとはそのこの駅間そのまま越えてもらったらすぐあるブルックリンコーヒーってのコーヒーも美味しいし、そこのグッズとかもめっちゃ可愛いです。おすすめです。ありがとうございます。最後にこの動画をご覧いただいている方に一言お願いします。まだこうオープンして半年ちょっとぐらいなんで、来て、いらしてない方が多いかと思いますけども、一度来ていただいたらこの良さが、分かると思いますので、皆さんに遊びに来てもらえるようなイベントとか、公演をどんどん増やしていこうと思ってますので、いつでもお待ちしております。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。